そりゃそりゃ、尾花沢花笠祭りが27日、尾花沢市の中心部を舞台に、2日間の日程で開幕しました。初日は、豊作を祈る、豊年踊りや、林屋台、踊り屋台が行列で披露され、通りを華やかに彩りました。祭り行列は、五穀豊穣や家内安全を願い、氏神様が家々を巡る伝統の習わしです。めっちゃ楽しい、けど暑い。重たい。物を持ったりするのが面白い。もうちっちゃい時と変わんないですね。にぎやかで、みんな一生懸命頑張ってるなと思います。地元の祭り見ないと、なんか夏来ないなって感じします。よー、スタート尾花沢スイカの早食い大会も開かれました。28日は、花笠踊り、大パレードが行われます。